石田恵美のこれなんなんです。お願いします。はい、さあ今日はですね、そのクルーズ船を見に秋田港に行った時に見つけたなんなんです。秋田港セリオンで見つけました、こちら、じゃじゃん、山菜です。はい、本当あの秋田に来て、あの山菜というワードをすごくよく聞くようになったんですけども、うん、であの山菜コーナーっていうのがありまして、うん、ただどれもわからない。いっぱいありますからね。確かに、よもぎとかなんかそういうのならわかるんですけど、刺しぼっこ、張り切り、干し油、こごみ、しどけ、もう全然関西ではじゃあ全然食べないんですか、うん、山菜は、うん、山菜食べる文化はないですね、それこそ本当にあの七草がゆの時に食べる、うん、年に一度食べるか食べないかぐらいなので。あ、そうなんですね。食べない、食卓に並ばないので調理の方法もわからない。あ、やっぱ秋田はもうこのね春が近づいてくると、うん、やっぱ山菜の季節だってなって、うん、みんなね食べよう食べようってなりますけど、まあ、種類確かにいっぱいあります。私も、ね、うん、食べたことない山菜とか結構あるので、うんうんうん、でも私は腰油、この一番左にある腰油好きで。どうやって食べるんですか？だいたい天ぷらかな。あ、山菜の天ぷら私大好きだからもう、うんうん、あの居酒屋さんとかで見つけたら、はい、もう速攻注文するんですけど、でも、私も自宅で実は山菜って調理したことがなくて、うんうんうん、なんかやっぱり下処理というかアク抜きとかが大変なイメージがあって、確かに、でちょっとハードルが高いから、うんうん、お店に行って会ったらもう必ずこの時期は食べるみたいな感じですね。そうかそうかね、お惣菜スーパーでもお惣菜売り場にもありますから、うん、なんか調理済みのものをちょっと、ね、まずは、ね、試してみたいなと思います、うん、天ぷら美味しいですよ山菜の、ねね、あとまあおひたしにしたりとか、うんうん、まあ、それぞれであのいろんな食べ方あると思うんですけど、まあ、なんかでも秋田だと山菜買うっていうよりかは、うんうん、あの取って来てくる人がいて、山菜採りとか、親戚みたいな、おばちゃんとかおじちゃんとか、そうそう、お友達とか、そうで、なんか取ってきたからあげるみたいな、うん、お裾分けみたいな文化の方が強いと思いますね。そうなんだ、うん、買って食べるっていうよりかはもらう。はい、お、私あの愛媛県松山に住んでた時は、はいはい、あの地元の人はみかんは買うもんじゃない、もらうもんだって、おっしゃって同じ感じですかね。あ、そう、そうですね、そうですね。やっぱいっぱい生えてるんで自然に。え、山菜は生えてます？生えてます。どこでみんな山にねあるんですけど、まあそれぞれあのちゃんと自分の山とかちゃんと許可を得て取りにはね行ってるんで、うんうんうん、あれですけど、でもやっぱもらうものですね。そうか、うん、あ、でもねさっき言ってた天ぷらだとそのアク抜きとかもねおそらくね揚げちゃうとしなくていいやつもあるみたいです。そうですよね、乳化活にもそのまま揚げますもんね、はい、そうですね。そっか簡単なんじゃないですか多分その、うん、山菜料理に山菜しては、はい、みんなでもできそうな。そうかそうか、じゃあちょっと天ぷらから挑戦したい。なんだっけ、ね、風花さんおすすめ。私腰油が大好きです。腰油、はい、何なんだろうね腰油、何なんですかね。苦味はないんですかそんなに、食感とか。あ、そこまで苦味はないし、天ぷらにすると逆に甘みみたいなのも感じますけどね。子供でも食べます？山菜って食べれると思います。うん、普通に、うん、でもやっぱりその苦味えぐみみたいなのが好きっていう方もいらっしゃると思うので、あ、まあ、そういうのに適した山菜もあると思うので、ちょっとじゃあ好みの山菜をこの春見つけたいと思います、はいはい、そうですね、春の味ですから ね山菜はね。ありがとうございます、うん、さあ今日の、これなんなんは山菜について教えていただきました、はい、ではここで大阪弁クイズ。いや前回ね風花さんにはもう一発で当てられてますから。簡単すぎましたもん、前のやつないのよ本当に。じゃあ今日の関西弁はこちら、はい、これ使いません？うわー、また使います？関西弁じゃない？使う使う、なんか、え、使う、秋田でも使う、え、合ってるか分かんないけど、うんうん、
テレコになってるよみたいな。合ってます、使い方。 どういう意味ですか。なんか逆になってるとか。大正解。ほらえ、これ関西弁なんだ。え、あのね、もうね、ほんと関西弁なくて、なんか難しい関西弁とかでネット検索したら、うん、出たからで、しかもまあ使うし、その服テレコなってんでとか、裏表逆とか。へえ、関西弁だっていうの知らずに使ってました。ああ、じゃああれかな、地域によって使う方言、その標準語ではないけれど、うん、使う地域も多いのかもしれない。よく使いますね。あんた服テレコやでって言います。それは言わないけど。それは言わないけど、なんかね、結構 業界というか、この メディアの人たちよく使うんですよ。なんかコーナーテレコになっちゃったとか、うん、そうそうそう。そっか、うん、え、使います？テレコって分かります？あ、首かし、あんま使わないか。ほらほら、やっぱ、ルーカさんが業界人だから。でもここみんな知ってましたからね。みんな業界人だから、ここはやっぱ使うんですよ。簡単でした。今日も今日はですね、ちょっと時間まだ、はい、あるから行っていいですか。いいですか。今日は私からあゆみさんに秋田弁クイズ持ってきましたんで、イエーイ。もうこいつは出すの簡単ですぐ尺が余るだろうと見越しての。そうそう、ありがとうございます。ネタ切れなんだなっていうのを見越して持ってきましたから私。はい、して挑みます。じゃあ、まあ秋田県民の皆さんは多分分かるとは思うんですけれどもね、うんうん、じゃああゆみさんへの出題ということで、今日の秋田弁クイズこちらです。はい、でん、長丸。長丸うどんみたいな。イントネーションがちょっと。イントネーションから違いますか。長くて丸い。はいはいはい、長丸。ちなみに、あの今見学してくださる方は分かりますか。OK OK、はいはいはい。使う？使います？なんかやっぱおじいちゃんおばあちゃんは使うかな。まず長丸みたいな。まず長丸。長くて丸くなる。長まれ。そうですね、まあ、行動ですね。動作、うん、なんか意味、長いとか丸いとか関係あります？もうこれがね、秋田弁なんです。秋田弁って本当導き出せなくて、あの英語って何回か聞いたりしたら、 あれだこうだから、もしかしてこうってつながるけど、秋田弁ってもう全く、そう、元が分かんない。原型崩しまくるから。いや、じゃあ出ないですか。いやいやいや、出します。ちょっとゆっくりしていきなさい。お、え、これ正解でいいじゃないですか。そんなことあります。正解でいいですよね。 OK ですね、はい、皆さん OK って言ってるから。はい、ピンポンピンポン。まあ、秋田弁で、そう、横になる、寝そべる、まあ、まず長まってけとか、ね、待ってけっていうような感じに使うんですけども、そう、今のふうかさんその例で、まず長まれって言ったら、はい、まずちょっと、うん、なんか秋田の方は言ってくれそうだなと思いました。はいはいはい、ちょっとゆっくりしていきみたいな。そうそうそう、でも結構寝まってけとか使うんで、あの言われる回数は多いと思います。これ寝まってけも同じ意味ですか。そうですね、長まってテケのちょっとこう短くなったバージョンみたいな。長丸からなんで短くなる。丸とかでいいじゃん、なんで別の言葉になる。もう全部短縮でいくんで、やっぱ東北はね。雪国は。そうそうそう。いやー、よかった、出ましたね成功。すごい。でなんかこう長くなって丸くなるっていうのを想像したら寝転がってました。そうですね。よかったよかった。ちょっとこれ続けていきましょうか。あ、そうだね、尺余った時に。用意しといて、いくつか用意しといてもらったら助かります。わ、はい、かりました。長まってけ、うん、皆さんもね、椎名ちゃん見て、うん、まず寝まってけれ、寝まってけれ、長まってけれ。はい、いいです、ね、ありがとうございます。